国さんです。今現在私がいるところはですね、この後ろにあります福岡空港国内線ターミナルの方に来ております。前回と前々回の動画ご覧いただいたでしょうか。前回とね、空港グルメ食べログトップ5をねアップしたんですけども、今回もね引き続きましてというところで、今回はねこの福岡空港食べログトップ5をね皆様にご紹介しようと思っております。前回の動画でもねご説明したんですけども、この空港ねご利用なられる方、空港に着いたらご飯食べたりしますよね。そんな方へね参考な情報になっていただければと思いまして動画をアップしております。それではね、まずトップ5の方からねお店ご紹介しようと思っております。それではね、空港内に行ってきます。まずはね、第5位のお店をご紹介したいと思います。第5位のお店はですね、こちらになります。ラーメンうなりさんになります。こちらのお店のうなりという意味はですね、美味しいラーメンだとうならせたいというね思いからね、このうなりというお店の名前を付けたそうです。こちらのね人気ラーメンの方はですね、九州博多というところで豚骨ラーメン、その豚骨ラーメンにですね海の魚介の味を加えた魚介豚骨ラーメン、これがねこのお店の定番のラーメンとなっているようです。今回食べるラーメンはですね、ラーメンジェノバというラーメンになります。豚骨ラーメンにですねイタリアンのバジルソースを加えたねラーメン、こちらの方ね食べてみようと思います。ラーメンジェノバめちゃくちゃ美味しかった。まだ食べたことがない方はですね一度食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいです。それではですね、第4位のねお店をご紹介したいと思います。第4位のお店はですね、お土産を買うお店になります。こちらになります。スイートポテトで有名なロイヤルスイーツさんになります。
それではね、試食レビューの方やっていきたいと思います。まず下にあるのがね、ミートポテトになります。これは定番のお土産になりますね。福岡名物のお土産になります。そしてこの上にありますのが、こちらが紅あずま。これが賞味期限がね、1日しか持たないというね、さつまいもを追求したもので作られたスイートポテトになります。はい、こちらがですね、定番のスイートポテトになります。こんな感じですよ。それではね、いただきます。うん、しっとりですごい滑らかで、甘さもね、ちょうどいいです。うん、ちなみに中身の方はですね、こんな感じになってますね。いやー、舌触り滑らか、かなりクリーミーです。美味しい。福岡来た方でね、これを知ってる方は定番ってね、思うかもしれないんですけども、私はね、これ全然知りませんでした。はい、もつ鍋とかね、豚骨ラーメンとか、本当にそっちの方のが口度合いがね、そちらの方が高いので、まだね、この映像を見てね、ご存じない方もね、多々おられるかと思います。すごいね、美味しいので、ぜひね、買ってみてください。はい、お次はですね、紅あずまのご紹介になります。なんかね、すごいんですよ。さつまいもの皮、はい、がついてます。で、その上にスイートポテトなんですかね。はい、私食べたことないんでよくわからないんですけども、見た目が斬新です。それではね、いただきたいと思います。これ先ほどね、紹介したスイートポテトのね、3倍、2倍から3倍ぐらいの大きさです。かなり、めっちゃでかいよね。こんなんですよ。うん、いただきます。いやー、楽しみだな。うん、すごい、下がね、焼き芋。うん、断面なんですけども、下にね、さつまいもの皮があって、その上にね、焼き芋のね、実がついてて、その上にね、スイートポテトが上に乗っかってるような感じですね。先ほどのスイートポテトよりさつまいも感がすごいです。そしてめっちゃ甘くて濃厚でクリーミーです。1個360円するんですけども、360円の価値はね、かなりあります。ぜひね、こちらの方に来られましたらね、気持ちがね、1日しか持たないので、まあこちらの方でしか食べれないんですけども、ぜひね、福岡空港の方にね、来られましたらね、必ずこれ食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいです。次は第3位のね、お店をご紹介したいと思います。第3位はですね、こちら、博多やりうどん別邸さんになります。こちらのお店はですね、1967年にね、開業したお店でして、地元の方にもね、大変人気のあって好まれているうどん屋さんになります。開店当初はね、立ち食いうどん屋さんとしてやっていたみたいです。それではね、店内に入っていきましょう。
店です、丸亀。いや、これすごい、ほらすげえ柔らかい、うどんと同じ、ベロンベロン。ごちそうさまでした。お次はですね、第2位のねお店をご紹介したいと思います。第2位はねこちらになります。第1玉家寿司さんになります。こちらはですね、福岡中央市場中央市場の方から仕入れたねお魚を用いまして、それでお寿司をね提供しているお店になります。今回食べますのはこちらの右手の方にね上り上がってますよね、そちらの方にね博多地物尽くしとね記載されておりますけれども、そちらのお寿司の方をね食べていこうと思っております。福岡で獲れたお魚のお寿司、楽しみですね。それではねお店の中入っていきましょう。届きました、お寿司うまそう。5件は辛か。それではですね、次は最後になります。福岡空港食べログ第1位のお店です。こちらになります。和風レストラン海幸さんになります。1位がこのね海鮮系のお店、なんかホッとしますね。ここの人気メニューはですね、ヤリイカ定食、それとごまサバになります。ごまサバはねご当地福岡グルメの一つですね。それではね店内に入っていきましょう。サイズですけど酒弱いんでいただきます。
スで終わってしまったので、これはごま味ですけども、ごま味いただきます。うまい、おいしい。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。今回はね、無事5軒ほどね、皆さんにお店ご紹介することができました。過去のね、空港グルメいろいろねご紹介したんですけども、成田空港、そして羽田空港、そして中部地方にあります中部国際空港セントレア、それで関西国際空港とねずっと来たんですけども、先ほど話したね空港のグルメのやつは1店舗かもしくは2店舗臨時休業という形でねご紹介することができませんでした。でもね、今回この福岡空港、こちらね5軒ほどご紹介できましたので、まあ皆様にね大変参考になった情報じゃないかなと思っております。空港グルメまだこの福岡空港では終わりません。まだね空港グルメ続きます。それではね、今回の動画は以上となります。今回の動画ね参考になったと思いましたら、グッドボタン、高評価ねよろしくお願いいたします。それとチャンネル登録、下にねチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともねチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。